はいどうもこんにちは、おもチャンネルです。さあ今回ね、はいこちら見ていきましょう。はいこちらも先日のファミリーマートのパネル版と同じくね、やっと届いたといった感じです。はい今回ね、トミカリミテッドヴィンテージの LVN221/221番ですね。それの B の日産アトラス H42 花見台自動車セフテローダービッグワイド日産、こちらね見ていきたいと思います。はい、本当はね、これね、この荷台のところにね、ファミリーマートのこのパネル板をね、まあこれの時に載したかったんですけども、ちょっと順番がね、ちょっと間に合わなくて、まあ今回ね、そういったちょっとこう、よくわからない風景をやっていきたいのと、あとですね、まあこのセフテローダーといえば、まあ以前に僕ね、こちら、まあこっちはね、結構こうラッピングというか、まあデザイン的にこうシンプルなね、こう、武骨な感じがするんですけども、まあこっちのセフテローダーのこれビッグワイドっていうんですが、これも買ってるんで、今回はこの辺りもちょっとね、まあ比較してちょっとね、見ていこうかななんて思っておりますんで、では最後までね、お付き合いの方よろしくお願いいたします。さあでは参りましょう。とりあえず今回これ車両が大きいんで箱も大きいですね。でスケールはもうね、リミテッドヴィンテージ統一ですね、64分の1となっております。でまあデザインね、こんな感じになっておりまして、まあこれイラストなんですけどもね、こんな感じの車両が入っていると。で上の部分はこうなってます。まあギミック的にはこのようにこう後ろこうね、スロープ状にこう展開できるようになってて、あとね上のフロアにもこのようにこう乗せることができると。これが結構いいんですよね、この車両ね。で材質表示ははいこのような感じ、ほぼほぼ多分金属ダイキャストだと思うんですけどね。まあ車両の方見ながらチェックしていきたいと思います。でそこはね、はいこうなってて、蓋の部分ははいこんな感じで背面と、はいこちらにはねギミックの説明ですね、はいこのような感じで書いてありまして、であとサイドミラーですね、バックミラーか、まあそれのね取り付け方法も書かれております。で今回この車両ですね、まあこのシリーズは全部ねそうなんですけども、対象年齢は15歳以上なんで、小さなお子様はどうか動画を見て、我慢していてください。大人になってからねお金貯めて買ってください。さあではでは開けていきましょうかね。僕も大人になってから買えるようになりました。はい、いい年ですけどもさあ、おっとと危ない。ではではではチェックしていきましょうか。参ります。セフテローダービッグワイド日産登場です。はい、もう後ろにビヨーンと伸びきってるんでね、全長がすごい長い感じですね。でこちらにバックミラーのランナーが入ってますね。いつか勇気が出ればつけてみたいということで、はい、毎度おなじみのパターンですけども、さあでは車両の方もねチェックしていきましょう。おー、さすがです、立派ですね。おー、あ、なんかビニールが挟まってますね。これどうなってんだろう、保護シートみたいなやつかな。よし、取っておきましょう。おー、いいね、存在感がやっぱね素晴らしいと思います。さあさあ、それではね、まずね全体的にねちょっとくるっと見ておきましょう。はい、ざっくりとこんな感じになっております。今回も迫力のある車体ですね。うん、素晴らしい、かっこいいね、このね2階建ての感じがまたこういいね。うん、車両が空の時はこれ避けといた方がいいんだな。さあさあ、それではねちょっとじっくりとね見ていきたいと思いますが、まずね、はい、正面顔こんな感じになってますね。まあ後で比べようと思ってるんですけど、前の車両とそこまで多分ねデザイン的には変わりはないのかな。デザインというかまあ形ですね、デザインは違いますよね。はい、まあこんな感じになっておりまして、真ん中に結構赤いラインが入ってますね。でちょっとその下のところにはエンブレムかな、このように入ってて、これは日産のロゴなんですかね。ちょっとね目視で確認しにくいんで、後でちょっと画像拡大して確認したいと思います。でヘッドライトはねしっかりとこのようにクリアパーツがはめ込みされてます。でバンパーのね作りとかもバッチリですね。ここは艶消しの塗装かな。でナンバーは白の塗りつぶしですね。で内装の方がグレーの成型色ですが、こちらもしっかりとまあまあいい感じでこう作り込みされているのかなといった感じです。まあ結構いい顔でしたね。で側面いきまして、とはい横ね、まず全体的にはこのような感じ、結構ね全長長いです。ちょっと適当な計測になっちゃうかもしれませんが、こちらで測ってみましょう。伸びすをミョーンとこう伸ばすと、よいしょ、はいこんな感じで 115.7mm ですね。 11cm5mm です。まあそこそこ長さがあります。まあ本当迫力のあるボディですね。でまあこういったところね、ちょっと後で詳しくは見たいと思うんですけども、このように稼働して、後ろもこのような感じでね動きますね。でここも動くと。でこういったねちょっとこうサスペンションの部分ですかね、こう荷台のサスペンションのところとかも結構ねいい感じのね動きをしていてね、うん、まあ取り扱いはちょっと気をつけた方がいいですね。結構こうね繊細なねパーツになってくると思いますね。でデザイン的には、あ、ここいいですね、このドアのところね。
まあ、日産のね、こうロゴがね書いてあって、でその横ちょっとね本当に目が悪くなって見えにくくなってるんで、まあ、ここも拡大して確認したいと思いますが、このようにねロゴがプリントで入ってます。でホイールのデザインは前方ははいこんな感じで、後ろはこうですね。でサイドバンパーもしっかりついてて、で内側にここねスペアタイヤついてます。あとでそこから覗きましょう。で後ろ斜め後ろこんな感じで、真後ろですが、とはいこちらはこのようになっております。ちょっと白飛びが激しい、はいこんな感じで、まあこの辺りもちょっとこう鉄板というかね、こういったねこう作りもしっかりと細かくできてて、あとレンズとかこういった反射板かな、こういったところはまあプリント塗装でね再現されてますね。で反対側の側面ですが、はいこちらも全体的にはこんな感じ。まあドアのねこのロゴとかがやっぱこう結構印象に残りますね。この日産のねロゴ結構大きいです。でこちらもここの構造とかはもうしっかりとほんと作られてますね。で上から見てみると、はいこうなっておりまして、でちょっと覗き込みにくいんですが、まあここですね、1階のフロアの2台のところは黒の艶消しの塗装なんですかね、こんな感じでね、まあ、結構丁寧に塗られてます。ちょっとこうねタイヤ止めっていうんですか、こちらあのオレンジのね塗装も入ってますね。はいこんな感じになってます。で底の部分は、はいこちらもね結構複雑なね構造になっておりまして、このようにねしっかりとこう作り込みされてますね。マフラーのところはシルバーの塗装が施されてます。いいですね。結構ねこう車両の底って僕ねリミテッドヴィンテージ系見るの好きなんですよね。かっこいいねこの構造も。でこの車両ですね、ギミックの方ですが、サスペンションはないですが手転がしができて、で後ろのこのね荷台のところですね、まあこのようにね先ほどから動かしてますように稼働をねします。上のフロアがねこんな感じで乗せれると。で後ろのこの部分ですね、スロープになります。パタンと倒してさらに両サイド、まあ別々でこのように稼働することができると。でこれで2台が完成なので、この部分にまあ普通のね車両ですね、まあ普通のトミカでも大体いけるんですけども、今回はリミテッドヴィンテージでちょっと NSX のパトカー乗せてみましょう。はいよいしょ、これでいいのかな、ちょっとタイヤ止めが浅いかな、なので NSX はちょっと止まりにくいんですが、よしこんな感じで、おっとっとっと2台に乗せることができるとね、いいですね、素晴らしい姿で、下のね階ですね、下のフロアにもこのように別のねトミカを乗せることができるようになってます。で乗せ終わるとこんな感じで、よいしょと後ろのスロープを直す、はいこんな感じになりました。あー素晴らしい、まずはありえないですけども、いいね、かっこいいですね。てかこのねタイさんのこのね GTR めっちゃ値段上がってますね、そういえばね、うん、びっくりしたこの間。まあちょっと話関係ないんですけども、はいこんな感じになりました。うん素晴らしい絵だと思います。で忘れてた、ファミマを乗せたかったんですよね。まあ実際にはそんなことはありえないんで、多分バランス的には絶対おかしいんですけども、はい行きましょうか。あてかタイヤがあれですもんね、ホイールベースがねもう長いんでちょっと乗らないの確定なんですけど、とりあえずやろうかね、よいしょ、ね、ちょっと貴重なトミカ後ろに置いておいて、でこの上にファミマを無駄に乗せると、はいこれでいいかまあこんなことやりたいなんて、まあ僕はもう本当にあの我ながら毎回幼稚だと思うんですけども、まあネタとしてねちょっとやりたかったのが、まあこんな感じになっておりますんで、まあ買った方多分ねあのやらないと思います、はいこんなこと僕ぐらいしか多分やらないと思いますけども、もしね気になる方いらっしゃいましたら、ちょっと面白い光景にはなってくるんで、ぜひこんな楽しみ方もしてみてください。はいまあということで、こんな感じでちょっとね終わっていきましょうか。まあ今回はですね、あー忘れてた、終わったあかん終わったあかん、終わった、自分で突っ込んでますけども、そうだよこっちですわ、これ横並べんの忘れてた、前のセフティローダーすっかり出すの忘れてたから、ちょっと並びましょう。普通に終わりかけてましたね、よいしょちょっと出しますね、めちゃめちゃざっくりになっちゃいますけど、これをねちょっとね並べて軽く比較したかったんですよ。よしじゃあちょっと粗くなっちゃいますがね、はい並べてみました、はいこんな感じです。もうさっきから感じてる通り、このようにまあ形はもうね全く同じですね、まあ塗装デザインのね違いとなっておりますが、結構ねまあこれもね今回も前のやつもいいコレクションだと思います、うん、素敵ですね。で基本的にはまあほんと構造はもう同じですね、ちょっとこう重ねましょうか。これはこれでもありですよね、ファミマよりこっちの方がインパクト大きいかもしれないね、うんいいねいいねいいね、ああねこういったこう積み重ねって何でしょう、こう男の子のこの少年心をくすぐるというか、なんというか、はいまあ本当にこう楽しいものになっておりますので、こちらもやられる方はいらっしゃらないと思いますが、ぜひちょっと映像でこれは楽しんでいただければなと思います。まあちょっとざっくりと全体的に見ましたが、まあこんな感じで以前のやつはねもう本当デザインのね違いのみとなっておりますが、ぜひ今回のねこのリミテッドヴィンテージネオの花見台自動車、セフテーローダーですね、
とてもあの素敵なコレクションになっておりますので、ぜひぜひ皆さんのお手持ちのコレクションに加えてみてください。見応えはもうバッチリ、遊び応えもバッチリでした。まあということで綺麗な絵になりましたが、今回はね、花見台のセクテルオーダービッグワイド日産ちょっと見ていきましたが、さあいかがだったでしょうか。まあ僕の自由に遊びたい放題の動画になってしまいましたが、もし気になった方は、Amazon リンクの方ちょっとね動画の概要欄にね貼れたら貼っておきますので、そちらからね値段もチェックして、ぜひ気になる方は購入してみてください。まあということで、はい、今回はねこの辺りにしていきたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしますので、よろしくお願いします。あと、ツイッターやね、インスタ、そして最近でもらえる、コシカントの方でね、こちら限定のね、動画も配信してるので、ぜひね、お友達登録よろしくお願いします。では、今回もね、最後までご覧いただきまして、本当にありがとうございました。またね、他の動画でぜひお会いしましょう。では、ではごきげんよう。さよなら、バイバイ。